安倍貞夫は芸能界に入ると姉に伝えた時、鉛筆削りを投げつけられた。中学生の時、友人の母親から30歳くらいになったら役者とかで売れそうだねと言われた。高校の先生に家電量販店に行けと言われ、卒業後は家電量販店で働いていた。仕事を辞めたいと思っていた時、それを察した上司から辞表の書き方っていう本があるからそれ見て書いてみてよと言われて書いた。退職後、短髪を白髪に染め、軍服を着用して芸能事務所のオーディションを受けた。オーディション当日、道に迷って遅刻した上に受験料の5000円を請求されたのが不満で受付でごねた。主催の松尾鈴木は落としたら怖いという理由で合格にした。入団当初、舞台本番に1時間遅刻し松尾に殴られた。それでも松尾は何か持っていると思い首にはしなかった。